はい、皆さんこんにちは、 ICD です。はい、あ、早速クマボーイさん入室してくれましたね。はい、ですね、今回ですね、初の試みとしまして、ミラティブ、ライブ配信のミラティブですね、を使ってですね、ライブ配信にですね、ちょっと挑戦してみたいなと思っております。はい、で、ちょっとですね、まあ、今回初めてということもあるので、まあ、ちょっとグダグダする可能性もあるんですけども、皆さんちょっと、ね、温かい目で見守っていただければと思います。はい、で、時間の方がですね、7時までの、30分間、配信予定しておりますので、皆さんちょっとね、ゆっくり見ていただければと思います。はい、で、まあ、本日ですね、もうちょっと画面、開いているんで、分かる方は分かると思うんですけども、まあ、大阪市の、秘書であるですね、横山真紀ちゃんの、バースデーということで、まあ、バースデーマッチにですね、ECD も挑んでみようかなと思っております。はい、で、ですね、まあ、今回、まあ、横山真紀ちゃんが、イケメン選手をセレクトして、調整を待っているということもあるので、ECD のチームもですね、持っている選手の中から、できるだけイケメンをピックアップして ECD イケメンチームでですね、ちょっと挑んでみたいかなと思っております。はい、で、皆さん結局横山真紀バースデーマッチって、やってますかね。どうですか。ちょっと僕はですね、難易度低いところをちょこちょこやってはいるんですけど、今回ですね、目標としてはですね、難易度6をですね、クリアしていきたいかなと思っております。で、まあ、通常であればもう戦力的にはですね、まあ、106,389以上で挑戦可能ということなんで、もともとのね、僕のチームの戦力からすれば勝てるんじゃないかなっていうのもあるんですけど、ちょっと今回ね、イケメンセレクトという縛りがあるので、まあ、ここで勝てるかどうかっていうところをですね、ちょっと見ていきたいかなと思います。はい、で、ですね、皆さんこれ入れてますかね。大丈夫ですかね。ちょっとね、コメントもね、随時いただければなと思います。ちょっとコメントがまだあまり来てないようなので、はい、じゃあですね、はい、コメントできないですかね。ちょっとお待ちくださいね。おい、コメントは表示になっているので、はい、大丈夫そうですかね。はい、じゃあですね、早速ですね、 ECD のですね、イケメンチームをまず、セレクトしていければなと思うんですけど、ちょっと待ってください、はい、じゃあスタメン見ていきましょうかね。はい、まあ、ECD のチームといえばザ・これっていう形なんですけど、まあ、この中からですね、ちょっとイケメンをチョイスしつつですね、見ていければなと思います。ちょっとフォーメーションの方はね、一旦この形に置いといて、まずはですね、ちょっとイケメン選手をピックアップしてから、ちょっとね、編成の方も進めていきたいかなと思います。はい。ちょっとね、ここは、皆さんにもご意見いただきたいかなと思うんですけど、もうこの中でですね、まあ、ちょっと皆さんがイケメンだ、この選手は、っていうのをね、ちょっと教えてもらえればなと思うんですけど、どうですかね、皆さん。やっぱりね、まあ、勝手に選んじゃいますけど、やっぱりクリスチャーノ・ロナウドってまあ鉄板、まあ、ちょっとね、ロベカルをね、一旦外しまして、まあ、ちょっとね、スタメンとベンチのところでイケメン選手をピックアップしていきたいかなと、まあ、ちょっと戦力にばらつきがあるんで、ちょっと強くなるかってところはあるんですけど、まあ、今回イケメンっていう枠なんでね、ちょっとやっていきたいかなと思います。まあそうですね、もう個人的にはグティもね、イケメンだと思うので、ちょっとジョアン・マリオをね、変えて、はいはいはい、行きたいかなと思います。あとは、
そうっすね。誰だろう。モドリッチあたりとか。モドリッチ入ってますね。であとはアザールとかどうですか皆さん。アザールってイケメンですよね。僕的にはちょっとイケメンだと思うんですけど、どうですかね。あとは、まあ、ちょっとアザールも入れときましょうかね。まあ、誰を、まあ、ダニー・アーベスイケメンっていう人あんまりいないですからね。ちょっとアザールあたりも入れつつ、で、あとは、まあ、メッシもね、イケメン枠。まあ、メッシもイケメン枠には入れときたいかなって感じですかね、この中で言うと。はい。あとは、そうですね。ボヌッチってイケメンじゃないですか。でもボヌッチちょっとテリーよりイケメンだと思うんですよね。ちょっとテリーに変えますか。ちょっと戦力はね今気にしてないので。あ、隊長さんコメントありがとうございます。ボヌッチイケメンですねと、はい、やっぱそうっすよね。ボヌッチイケメンですよね。あとはグリーズマンもイケメン枠っちゃイケメン枠ですよね。あとまあ、ちょっとクアドラードは残念ながらという感じで、あとはそうですね、クロースか、クロース、クロースどうすかね。クロースもイケメンだと思うんですけどね。ちょっとイケメンに入れておきますか。一旦ちょっとブスケツを外しまして、クロースで、まあ、できればね星6で揃えておきたいと思うので、ちょっと星5はねパスしつつ、でもバティいるか、バティを入れるんで、ちょっとバティね星5なんですけど入れておきましょうかね。ちょっとダビド・ルイスを外しまして、はい、こんな感じですかね。あと何かいますかね。はい、ソン・フンミンか。ソン・フンミン、でもソン・フンミンも持ってないんですよね、僕。はいはい。こんなところですかね。そうですね、こんなもんですかね。お、視聴者が30人を突破したみたいですね。ありがとうございます、30人の皆さん。もっとね見ていただけるようにねちょっとやっていきたいなと思うんですけど、まあ一旦編成としてはこんな感じで、ちょっとあんま変わってないんですけど、こっからじゃあスタメンにイケメンをピックアップしていきましょうかね。じゃあまずはそうですね、残念ながら、いやでも待てよ、コーチーニョ僕的にはイケメンだと思うんですよね。どうですかね。イケメンじゃないかな。イケメンじゃない、イケメンじゃないか。じゃあちょっとねコーチの残念ながら落選ということで、ちょっとクッティをね入れていきたいかなと思います。であとは、まあ、2トップあたりですかね。ちょっとスアレスがね、スアレスイケメンじゃないですもんね。ちょっとねグッティに変えましょう。あ、グッティじゃない、グリーズマンに変えましょうかね。はい、だいたいイケメン揃ってきたんじゃないですか。モラタもなんだかんだでイケメンですもんね。あとラキティッチもイケメンですもんね。でジョルディアルバ、ジョルディアルバもイケメンとしておきましょうか、ここはね。はい、で、まあ、キーパーはちょっとね、あ、チェフとジョーハート、チェフとジョーハートどっちがいいですかね。まあジョーハートか、ジョーハートですよね。うん、あ、やっぱりそうですね、ジョーハートですね。はい、で、あと、あ、ごめんなさい、クリロナさん入れてなかった、危ない危ない。クリロナをじゃあちょっとモラタと変えますかね。
これでイケメン度合いがだいぶ増したんじゃないですか。どうですかね、この夫人。あ、アザールか。アザール入んないから、ちょっとね、編成ここから組み立てるとなかなか大変なので、一旦こんな感じですかね。夫人としてはどうですか、皆さん。これでイケメンチームって言えますかね。まあ、微妙な感じっていうところもあると思うんですけど、まあ、一旦これで挑みたいと思います。ちょっとキープレイヤーだけ設定しとこうかな。ちょっと選手変わっちゃったんで、まあ、PK マスター、まあ、持ってるけどシュート力あれだからな。で、キャプテンでロシティングリーダー、はい。で、フリーキックマスター、ラキティッチあるんで、ちょっと設定しておきましょうかね。コーナーキックはモドリッチですね。はい。まあ、こんな感じでしょうか。はい。じゃあ、これでですね、早速ですね、挑んでいきたいと思うんですけど、皆さん、これでなんかいろんなアイディアですか？もしこの選手、ぜひとかってあれば。大丈夫ですかね。はい。お、いいんじゃないですかねと。はい、ありがとうございます。じゃあこれでちょっとね、行ってみたいと思います。はい、これで保存と。はい、あ、大丈夫だと思いますと。ありがとうございます。じゃあちょっと皆さんからもお墨付きいただいたんで、お、ちょっとカメラ映っちゃった。これで横山牧バースデーマッチ挑んでみたいと思います。はい、ドンと。で、まあ、今回ね、挑むのが、星6なんで、あ、星6じゃない、難易度6なんで、まあ、ここでですね、勝てるかどうかっていうところをですね、皆さんちょっと見ていただければなと思います。はい。で、ですね、ちょっとね、クエスト情報からちょっと読んでいきましょうかね。大阪市の秘書である横山真紀が10月30日誕生日を迎えますと、皆さんご存知の通りですが、はい、真紀ちゃんおめでとうございます。はい、で、日頃お世話になって皆様をお迎えして、ささやかなパーティーとしてですね、バスでマッチと。で、バッジパックなどが獲得できるチャンスと。相手はですね、横山真紀が好きなイケメン選手たちということでですね、横山真紀が、あ、しまった。戦力が足りてない。ちょっとイケメン選びすぎて戦力足りてないですね、これ。なんと、ボンミスです。ごめんなさい、皆さん。ちょっとね、イケメンやり直しますよ。イケメンやり直すってどういうことですかね。戦力が、10万6000でしたっけ。そこまでいかなきゃいけないのか。なるほど。やばい。ちょっと皆さんからね、いいと思いますって来たんですけど、ちょっと変えますね。戦力を上げるってなかなか難しいですね。どうしようかな。どうすればいいと思いますか、皆さん。ちょっともうやる前につまずいてるんですけどね。ここはね、イケメンはイケメンで守りつつですね、戦力を上げていきたいんですけど。あ、ロッソさんが入室しましたと。こんにちは。今からでも全然間に合いますよ。そうだな。ちょっとね、主力抜けてるのが痛いので、ここちょっとね、クロースさん外れていただきましょうか。申し訳ないですけど。で、代わりに、ブスケツに失礼ですけど、ブスケツを100歩譲ってイケメンだとして、ちょっとね、無理やりですけど、スタメンに入れていきたいと思います。はい、これで11万6000になったんで、挑戦権は得られてると思うんで、これでいってみたいと思います。はい。いいですか、ブスケツ入れて。大丈夫ですかね。はい、大丈夫ということで。ちょっとね、ブスケツだけが気がかりですけども、行ってみたいと思います。はい。はい、これで、はい、挑戦可能となりましたね。はい。で、クリア条件は、スコアは0-1のビハインドと、前半終了で、試合終了までにですね、逆転できれば OK ということなんで、早速行ってみたいと思います。はい、いきます。挑戦。これですね、僕の見る画面だとですね、437スターと、これ多分いいねってことだと思うんですけど、ついてるので、皆さん、いいねしてくださってありがとうございます。ちょっとね、この皆さんのいいねを背にですね、6を、
6ステージをですねクリアしていきたいと思います。はい、横山真希のイケメン選抜と対戦、すごいですよね。このなんかチームエンベルもかっこよかったですよね。横山真希ちゃんのいいな、ユニフォームもなんかかっこよさそうですね。はい、じゃあ早速ですねちょっとやってみたいと思います。ちょっとね時間もかかってしまうかもしれないので1回2倍速でやってみたいと思いますけども、早速ですね横山真希ちゃんチームイケメン選抜マルキージョ、そうっすねイケメンっすよね。マルキージョ、マルキージョめっちゃドリブルするじゃないですか。やばいやばいやばい、おっディバラ来た、危ない。1D イケメンのジョーハートが、おっとこれまずいんじゃないか、おし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 、いやここはね耐えたのでかいですね。こっからピンポイントパス来た、クリロナ来たんじゃないのこれ。32% どうだ、あーやっぱり、あ向こうノイヤーなんですね。確かノイヤーもイケメンっすよね。イケメンか、もうイケメンですよね。でちょっと拮抗した展開ですけど、あラノッキアね、いやマキちゃんはなかなか正統派イケメンって感じですかね。はい、グッティに当てます。グッティイケメンでしょ、イケメンバーでドリブルしますよ。おこんな中ですけど、いいねが550スターありがとうございます皆さん。この勢いでいけんじゃないですか、あいけない 1% でもノイヤーですもんね。これ逆転しなきゃいけないのなかなか厳しいですね。やばい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 、おしよしよしよし、はいジョルディアルバ、ラキティッチからのモドリッチ、あ取り返した、よし、ここシェイカクムヒどっち行く、ここね、いやここはグッティじゃない、クリロナ来た、クスインボックス、クリロナのイケメンだったら決められるでしょう。よし同点、あと1点か、89分、やばい、待って待って待って、おーっと試合終了となりました。あ大地さんゴールありがとうございます。ただねちょっとね1点返すのが遅すぎましたね。はい結果ですね、はい1対1で、挑戦失敗ということになりました。ちょっとね横山真希ちゃんのイケメン度合いがねすごかったんですけど、やっぱイケメンって強いんですね。うん、イケメンは何やっても花になると、まあ、今回改めてちょっと実感できた気がします。はい CD 的にですけど、はいということで、今回ですね、挑戦としては、難易度6クリアはできずということで、挑戦は失敗となりました。はいで、まあですねちょっと、まあ、敗因としましては、まあ、やっぱ横山真希ちゃんのねスタメン見てみるとちょっとやっぱイケメン度合いがね負けてたのかなと。ちょっとね苦肉の策でちょっとブスケツ入れてしまったところでねそこが範囲なんじゃねえかなと、はい思います。今回に関しては、はいおこのもうちょっと試合終わってしまったんですけどね、スターがですねこう時間を追うごとにですね皆さんいいねしてくれてますんでありがとうございます。結構見てくれてるんですかね、今回ちょっと初めてだったんですけど、はい、どうですかね。ちょっとね、まあ、ちょっと今回初めてなのでちょっとグダグダした部分もありますけど、ね、ちょっと時間あるかな、まだありますよね、7時。これちょっとなっグダグダしてしまったっていうのもあるのでちょっとね終わり方が綺麗じゃないので、まあ、時間あるのでちょ難易度5行ってみてもいいですか。あのそっか時間がねあれだから、そっか初回はしょうがないと、ありがとうございます、すいません本当に。まあねちょっとね今回はですねバースデーマッチはちょっと難しかったんですけど、いや一回ちょっとスタメン振り返って反省会しますか、まだ時間あるんで。まあね、
まあ、スタメンこんな感じで挑みましたと。やっぱね、ここのブスケツがね、ちょっとイケメン度合いを下げて、この戦力以上のマイナスっていうところが働いたんじゃないかなと。これ誰入れたら正解だったんだろうな。まあ、やっぱクロースですかね。ちょっと今思ってたんですけど、ジョン・テリーって、まあ、なんていうんですかね、イケメン枠にあるジャンルでは入るかなって思うんですけど、どうですかね。まあ、あるジャンルってあの、まあ、顔がとかっていうのもあるんですけど、なんかこう気持ち的な部分というか男気的なね部分、あのあるジャンル、あるジャンル、まあそうですね、男気ジャンルみたいなところで言うとイケメンでは一番高いんじゃないかなという感じがしますけどね。まあ、なんで、まあ、でもデロッシ、ボヌッチ、まあ、セルヒオ・ラモス、まあ、センターバックいける選手もうこのイケメン度合いで言うと、まあ、ジョン・テリー外さざるを得なかったんですけど、まあ、ちょっとね、男気イケメンということでジョン・テリー入れてもよかったかなっていう感じですよね。あとそうね、モドリッチがイケメンだったかっていうところもありますよね。どうですかね皆さん。モドリッチね、活躍、ワールドカップでね、活躍したんでね、あの、なんか、かっこいい感じあるんですけど、どうですかね。メッシとか入れとくべきだったんですかね、これは。はい。あとは、まあそうですね。まあ、で僕のチームであとイケメンってあんまりいないんですよね。ちょっとね、横山真希ちゃんのイケメンチームに挑むにはちょっと役者が揃ってなかったかなと。まあ、この他でもあんまりイケメンいないですよね、まあ、横山真希ちゃんのチーム以外で。いますかね。ちょっと、ね、今度ね、イケメン討論会みたいなことをね、やってみても面白いんじゃないかなってちょっと思ったので、はい。そんなね、雑談みたいな感じのものもね、ちょっとやっていけたらなと思います。ね、こういうことがねまたあるかもしれないんでね、ちょっとね、戦力とかね強さだけじゃなくてね、イケメンであったりとか、だそういうジャンルのね選手もね一応ね集めといた方が CD チームとしてはね楽しくなるんじゃないかなって思いました。はい。なので、まあ、ちょっと今回はですね、負けてしまったんですけども、まあちょっとね、イケメンっていうところも見直してね、これからも強くなっていけたらなと思います。はい。ということでですね、まあ、今回の企画としては以上となりまして、で、まあ明日もね、配信しますので、まあ、おいいね、スターが650人に行きましたね。おありがとうございます皆さん。まあ、こんな感じでですね、ちょっと明日もね配信していきたいと思いますので、まあ、皆さんね、また同じ時間でやりますので、18時半、6時半から、30分間予定してますので、皆さんまたですね、見ていただければなと思います。まあ、ちょっとね時間の方前後するかもしれないんですけど、まあ、ちょっとねどんどんやっていきたいと思いますので、皆さんまたよろしくお願いします。でね、コメントもね、ぜひぜひお待ちしておりますので、コメントがですね僕の、チームの後押しになると思うんで、皆さんよろしくお願いします。で、明日なんですけどね、18時半から、また30分ぐらいで、やろうと思うんですけど、明日はですね、ECD がですね、ECD のフレンドになっている皆様とですね、まあ、フレンド対戦をね、していきたいかなと思います。まあ、日頃ですねフレンドの皆さんとはですね、まあ、お世話になってますんで、まあ、ちょっとできるだけ多くの人と、対戦していければなと思います。はい。ちょっとね皆さんのね、協会とかとメンバーの方とも対戦するかもしれませんので、皆さんちょっとね見ていただければなと思います。はい。ということでですね、まあ今日の配信はこれで以上とさせていただきますと。ちょっとね、最初からちょっとグダグダしてしまったんですけど、まあ気長にですねこんな感じでやっていけたらと思いますんで、皆さんこれからもですね、どうぞご視聴のほどよろしくお願いします。はい。ということでですね、以上 ECD でした。はい。明日も見てくれるかな、くれるかな。あ、いいとも来ました。ありがとうございます。ウェイコンさんありがとうございます。ということでですね、以上配信終了となります。お疲れ様でした。